雄の母荘をクワガタは、こう注目、クワガタムシか、オオクワガタ族、オオクワガタア族の一種であり、オオクワガタの仲間では、中型種である。台湾では、細かオオクワガタムシと呼ばれている。体長は、オスが24から48ミ、mm、リメートル、スが20から28ミリメートル。アンタエウソオクワガタを小型にして、銅を長くしたような姿をしている。 3 0トル程度のオスでも、はっきりとした内葉を持っていて、メスでは、上羽の中央まで縦の筋がはっきりしている。アンタエウソオクワガタのような大顎付け根の裏側の、オレンジ色の毛束はない。台湾標高の高い涼しい地域に生息して、生息数はそれほど多くはない。幼虫は、赤枯れの朽木の中で生活し、その朽木を食べて育つ。細かクワガタムシ 台湾物種名録。2011年5月4日閲覧。ドーカス・グリシラ・コーニス・ベネッシュ。1950。バイリブ。2011年5月4日閲覧。ルカナイデイ。バイオロジー・カタログ。2011年4月16日。閲覧。デパートメント・オブ・エントモロジー。テキサス、A ・エア&・エム・ユニバーシティ。ありがとうございます。